ちょろかし。スリーツーワン発売前ということで、YouTube のお時間です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。そして、今初めてこのチャンネルを見てくれたあなた、はじめまして、九州男児タコです。あ、チャンネル登録もお願いします。ということでね、今日はね、もう緊急で動画を回しております。それはなんでかって言ってね、緊急なことが起きたから、まあ、当たり前か。ご報告動画になります。もうサムネはもしかしたら変えてるかもしれません。タイトルで見てわかる通り。あ、このもし動画、字幕つけないと思います。多分ね、緊急やけんさ、ちょっと。私、九州男児、高尾、永住権が取れました。拍手、もう音楽とかつけないけど自分で拍手します。そうです、今回の動画はね、ご報告動画といってね、九州男児高尾、オーストラリア、永住権が取れたという動画になります。おりました。そう、まあね、ずっとね、オーストラリアから配信しよったけさ、2年ぐらいさ、まだ取ってなかったのとかね、いろんなね意見があるっちゃけど、あると思っちゃけどね、時間がかかるんよ、永住権っていうのはね。まあビザの問題はね、いろいろやっぱねあるけんね。まあとにかくね、もうつい先日かな、そうメッセージが来て、そのビザの種類があって、申請しとって、まあ仮申請とか本申請とかいろいろ当たっちゃうけど、まあ今回ね永住権が取れたというねメッセージをもらったらね、急に動画を回してね、皆様にね報告しようと思ってね、まあ、ブログでも書くと思うけどね、動画でまず先にね報告したいと思って回しました。いや、まあね、安心したっていうのが率直な感想かな。まあどうやって撮ったとか、どのくらい本も詳しくね、期間がかかったとか、いくらかかったとか、どういうふうに申請したかっていうのはね、また後日ね、あのしっかりとした動画でね、あの字幕付きでねあげたいと思うけどさ、まあ、ちょっとその動画また後日アップします。動画撮ります。なんでチャンネル登録もよろしく。いや、安心したね。まあ約2年半、3年近くやねんかな、全部申請から含めたらかかったけんさ、まあまあまあ、いろんな助けてもらった人に感謝です。まずそこでね、感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございます。ということで、この YouTube チャンネル今3人でね、ひろき、俺、稽古とやりようけんさ、ひろきも永住権持っちゃうし、俺も持っちゃうし、まあ、家族もいるしね、もうひろきも結婚したし、なんか面白いチャンネルと思うちゃんね、すごいよね。で、稽古またね、いろんな報告がねあるかもしれんし、ないかもしれんし、うん、まあまあ、まだまだね、この動画が面白くなるように盛り上げていきたいと思います。でね、まあ、永住権が取れてね、どんなことが変わるかっていうのはね、まあいろいろあるよね。まず一個はさ、やっぱ家族としてさ、みんなが永住権持ってオーストラリアに住めるっていうのはさ、大きいことやけんさ、安心よね。俺だけ持ってなかったらね、ちょっと持ってなかったけんさ、ちょっとね不安な部分もあったっちゃけど、まあでもね、オーストラリア、シドニーにはね、いろんな永住権をね持ってる方たち、もちろんそうでない方たちもいるっちゃけど、まずね、オーストラリアの永住権の皆様、九州男児高尾、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。そう、やっとね、まあ仲間入りっていう言い方またはおかしいっちゃけど、まあまあまあ、いろんな方にまたね、いろんなアドバイスを受けながらね、まあ家族としてもそうやし、もう個人としてもね、成長していきたいなと思っちゃうけ、よろしくお願いしますというね言葉もね、この動画でね言いながらね、いろいろまたね教えてください。で、またね、これからね、永住権を取りたいとかね、海外で住みたいとかいうね、今動画を見ているあなた、この動画見ちゃってください。まあ、いろんなね相談にも乗れると思うし、まあもう18年9年ぐらいかな、もうシドニーにおるし、まあ、ひろきも俺ら全員合わせたらもう20年ぐらいシドニーにおるけんさ、何でも相談連絡ください。待ってますよ。ついに取ったね。まあ、だけサッカーので言うと、外国人枠じゃなくなるんじゃないかな。そうそう、
チームには外国人枠って言って2人までしかね取れんとかあるっちゃいね、そのチームのさ。でもそれがさ永住権になると、俺はもう永住組、永住やけんさ、外国人枠にならんけんさ、そういったとこでもね、なんか面白いチャレンジがまたねできるんじゃないかなと思っておりますよ。まだねいい報告とかねしたいなとも思うし、まあ、この YouTube チャンネルもね、もう今年はね、もっとね去年一昨年よりね力を入れてやっていきたいなと思って、やるからにはさ本気でやりたいし、うん、まあ中途半端な覚悟でスタートしてないけんさ、だから本当継続あるのみっていう形、今まではねその YouTube 動画編集とかね撮れる時間がね、まあ本当限られた時間でねちょこちょこやってきて、でも2年ぐらいさ、2年以上かもう続けてこれちょうのもさ、まあいろんな方が見てくれるおかげと、やっぱり自分の中で絶対続けるっていうさ覚悟があったけやと思うんで、それもサッカーとかそういう YouTube とか関係なく何するにしてもさ覚悟が必要やけんさ、でもやるからにはさいろんな多くの人に見てもらいたいっていうのがあるけんさ、そうで多くの人のためにね、まあ一人でもいいよ、たった一人のためでもいいし、うん、誰かのためになるようなね動画、まあそこで俺らの動画見てね笑ってくれる人がおったりね、なんかためになったって言ってくれる人がね一人でもおればいいかなとは思っちゃうじゃんね。俺らがさこういろんな日本じゃなくこっちでチャレンジしてることっていうのはさ、日本から日本の人からどう思われちゃうかわからんちゃけど、まあ、どっかでねこの動画を見てなんか笑顔になってくれる人がいたらいいなと思いながらね、仲間と共に配信視聴権ね、ぜひ皆さんこれからこの動画をよろしくお願いします。今日初めてこの動画を見たあなた、お前誰だよっていう感じですよね。私のは九州団地高尾と言います。そうそうそう、いやーということでね、今回もねご報告動画ということで、永住権九州団地高尾永住権取れましたという報告になります。ということで皆さんこれからも何卒よろしくお願いいたしますってな感じで終わりたいと思います。まだまだねこのチャンネルね、俺らの生活やったり、それこそここのね俺の娘のこと、ダウン症の娘のことの配信とかさ、いろんなジャンルがあるかなと思っちゃうけ、うん、いろんなそれぞれのジャンルをね楽しんで見てくれたらいいなと思います。ということでみんなチャンネル登録グッドボタン忘れずにお願いします。これからも応援お願いします。じゃあね、バーイ。撮れたよ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いくぜ。いざがこの勝負でこうかな。Thank you.